もし今後も米国を中心にですね、金利上昇の傾向というのが続いたらどうなるんでしょうと。白坂慎太郎の経済ニュースの本質。白坂慎太郎です。今回はゆうちょ銀行株価どうなるというテーマでやっていきたいと思います。はい、結論は横ばいというのは今回の結論です。ぜひ最後までご視聴ください。よろしくお願いいたします。はい、まずですね、ゆうちょ銀行ですね、配当から確認していきたいと思います。はい、一株50円で一定ということですね。はい、ではですね、現在の株価、それから予想の配当金という2つの数字を使ってですね、配当利回りというのを確認していくと、4.7% になるということです。はい、なので引き続きですね、ゆうちょ銀行は高配当維持ということです。はい、ではですね、なぜゆうちょ銀行は株価が安いのかということなんですけど、はい、額面がですね、この動画を撮っている時点で1072円というのが安いというのは簡単ということで、はい、つまりですね、発行済み株式総数が多いからということです。はい、すなわちですね、株価っていうのは、時価総額を発行済み株式総数で割った値というのが株価になっているので、分母の発行済み株式総数が多ければですね、株価は数字上小さくなるということです。はい、そしてですね、ゆうちょはですね、株数がですね、5倍多いということで、はい、この動画を撮っている時点でゆうちょ銀行はですね、時価総額は約 3.9 兆円ということです。はい、で一番近いのがですね、ブリヂストンということで、ブリヂストンは4兆円ということです。はい、なので、ブリヂストンとゆうちょ銀行はですね、4兆円と 3.9 兆円ということで、時価総額相当近いわけですけど、発行済み株式総数が、ゆうちょ銀行が約5倍以上多いということなので、逆に株価に関してはですね、ブリヂストンの5分の1以下になっているということです。はい、このようにですね、株価っていうのは時価総額を発行済み株式総数で割った値なので、発行済み株式総数が多いと、ゆうちょ銀行の株価っていうのはですね、見た目の額面っていうのは安くなっているということです。はい、ではですね、ゆうちょ銀行はですね、価値に比べても割安なのかというのを考えていきたいと思います。はい、ということで、改めてですね、ゆうちょ銀行のですね、企業分析を続けていきます。はい、でまず基本中の基本ということで、金融ですよね。金融というのはお金の融通ということになりますので、お金が余っているところと足りないところを融通する、それが金融ですよね。なので預金っていうのは、はっきり言ったら余っているお金を銀行に預けてもらっていますということです。で、銀行がですね、仲介ということで、逆にお金が足りないという、ところにですね、貸し出しをするということです。なので、お金が余っているところと足りないところを融通するのが、銀行ということです。はい。で、最初にですね、じゃあお金の入ってくる預金の方から先に見ていきたいと思うんですけれども、はい。ゆうちょ銀行の、預金はですね、ピークは2000年だったということです。今から約23年前ということですね。はい。ピークは2000年で、その時にですね、ゆうちょ銀行の預金っていうのは250兆預けられていたということです。はい。次の2001年からですね、郵政民営化というのが、政治上大きな課題ということになったので、郵政民営化が話題になればなるだけですね、郵便局に預けてたゆうちょっていうのが引き出されて、他の銀行に預金が移っていったということが考えられます。はい、なおですね、上場後の預金ということに関しては、ゆうちょ銀行が民営化されて、そして上場してるわけですけど、上場した後の預金ということに関して言うとですね、はい、預金額はですね、日本1位だったのが、現在は2位になっているということです。はい、比べてるのはですね、2015年と2023年というのを比べてるんですけれども、ゆうちょ銀行に預けられている預金はですね、2015年度は177兆円でしたと。で、23年度はですね、195兆円ということなので、年 1.1% 複利ぐらいで、預金が増えていってるということです。はい、対してですね、競合三菱 UFJ ということを考えると、2015年はですね、預金額は153兆円でしたと。ただ、預金がですね、年 4.2% 複利で増えている計算になりますので、
はい、23年はですね、213兆ですね、預金を、まあ、三菱 UFJ は預かってますということです。はい、なので、まあ、ゆうちょ銀行の預金額っていうのは、まあ、1位から2位になっているということですね。はい、なので、まあ、競合との比較において、まあ、ゆうちょの、まあ、預金に関する相対的な地位というのは、これは低下しているということですよね。2000年の時はピークで250兆で圧倒的1位だったわけですけど、まあ、現在は2位ということなので、まあ、相対的な地位というのは下がっているということです。はい、次にですね、今度はじゃあでお金の出口である貸し出しの方というのを、まあ、見ていきたいと思います。はい、で、まあ、驚くことにですね、まあ、ゆうちょ銀行はですね、まあ、貸し出し能力なしで上場した、まあ、そういう民間の上場企業と銀行ということです。はい、でなぜということですよね。銀行なのに貸し出し能力がないということで、はい、上場前はですね、まあ、ゆうちょ銀行の貸し出しの相手っていうのは国だったんですよね。うん、なので国に対して、だから国民が郵便貯金をして、ゆうちょ銀行は国にお金を貸してたという、まあ、そういう流れになってましたということですよね。まあ、それを財政投融資というふうに言ってたということです。はい、なので国民が銀行に、ゆうちょ銀行に、まあ、ゆうちょっていう形で預けて、で郵便局がですね、まあ、結局国にお金を貸して、で国がですね、例えば公共事業ですよね、道路とか橋とかダムとかっていうのを作ってたということで、まあ、そのお金の流れっていうのを財政投融資というふうに言ってたということです。はい、ですけれども、まあ、そのゆうちょ銀行っていうのを結果的にはですね、まあ、民営化するということになったので、まあ、上場後はですね、今まではずっと国にまあ実質貸してたという形になったわけですけど、まあ、上場後はですね、まあ、はっきり言った国に貸すということでではなくなったので、まあ、貸し出し相手がいなかったということです。まあ、つまり民間企業相手にですね、まあ、お金を貸していいのかどうかっていう審査をする能力がない状態で上場しているということです。はい、なおですね、まあ、一応ですね、一昨年21年からですね、まあ、ゆうちょ銀行は個人相手のですね、まあ、住宅ローンっていうのは始めましたということです。法人に対、比べて個人の方がですね、まあ、はっきり言ったお金を貸す、まあ、リスクっていうのは小さいんですよね。特に、まあ、その個人の相手の方が公務員の方とか、もしくはある程度のですね、まあ、大企業とか、まあ、中堅企業というところに、まあ、勤めている会社員の方ということであれば、はっきり言ったらお給料っていうのが安定しているので、だから、まあ、そのお給料の範囲内であれば、まあ、月額いくらまでっていうその返済っていうのがですね、まあ、比較的まあ見積もりやすいわけですよね。まあ、毎月毎月、例えばまあ月給がですね30万円の方ということであれば、まあ、今月も月給30万円、来月も月給30万円、再来月も月給30万円ということであれば、まあ、銀行からしたらですね、まあ、この方はですね、まあ、だったら毎月の返済額がいくらまでだったらですね、まあ、大丈夫と返していただけるということで、まあ、非常にまあ見積もりやすいわけです。はい、なので、まあ、この相手がですね、まあ、返済能力があるのかどうかっていうのを見積もりやすい個人相手のまあ住宅ローンに関しては、おととし21年から始めているということです。まあ、対して、法人相手にはですね、未だまあゆうちょ銀行はまあ貸し出しはしてないということです。やっぱり法人っていうことになると、売上っていうのがですね、まあ、年によってだいぶ変動しますので、だからまあ例えば貸借対照表とか損益計算書とかですね、まあ、そういったのをですね、まあ、分析してですね、まあ、この企業だったらお金を貸しても大丈夫だとか、まあ、そういうこう審査能力みたいなのは依然としてまあゆうちょ銀行は持つことができてないので、だから法人相手にはお金を貸してないわけですけど、一昨年21年から個人相手の住宅ローンに関しては始めているということです。はい、ただですね、まあ、住宅ローンですね、まあ、結局ゆうちょ銀行はいくら貸してるかっていうことなんですけど、はい、貸し出し総額は 5.6 兆円ということで、まあ、ゆうちょ銀行のまあ預金195兆円から考えると、まあ、2.8% にとどまっているということです。はい、で、まあ、ゆうちょ銀行のお金の流れっていうのは預金として195兆円預かってますと。でうち、まあ、住宅ローンを中心に貸し出しが 5.6 兆円ですね。まあ、これが割合としては預金に対しての割合というふうに考えると、まあ、2.8% ということです。はい、で、まあ、有価証券での運用っていうのが 132.8 兆円ということで、これがまあ 68.1% ですね。あとは、まあ、実際もう現金という形で持ち続けてるっていうのが 68.2 兆円ということです。はい、つまりですね、まあ、いわゆる普通銀行の収益の中心である、まあ、法人相手の貸し出しっていうのはとにかく行ってないということです。もうこれが競合相手、まあ、競合の銀行相手にも圧倒的に振りすぎるということですね。
なので、まあ、ゆうちょ銀行の運用っていうのは、まあ、実質有価証券での運用だけということです。まあ、厳密に言えば住宅ローンもやってますけど、金額としてはもう全然小さいので、まあ、実質、まあ、ゆうちょ銀行ってどんな銀行ですかって言ったら、預金預かって有価証券で運用して、あとはまあ残ってるお金はもう大事に抱えてますと。まあ、そういう銀行だということです。はい。ちなみにですね、まあ、ゆうちょ銀行にとっての有価証券というのはですね、まあ、株式のことを言ってるわけじゃないということです。はい、もう国債、外国債券、投資信託ですね、まあ、この3つのことをまあ有価証券、ゆうちょ銀行にとっての有価証券と言っているということです。はい、まあ、どういうことかっていうと、まあ、例えばですね、まあ、ゆうちょ銀行が有価証券で138兆円運用してますと。で、その138兆円の内訳っていうのは、もう国債が50兆なんですね。で、地方債が5兆円。で、短期社債が 1.8 兆円。で、会社の社債が 9.1 兆円ですよね。で、株式に関しては137億しか運用してないので、だからもう実質、だからゆうちょ銀行の有価証券っていうのは株式のことを言ってるわけじゃないということです。あとはまあその他証券ということで、まあ71兆円ですけれども、まあ、その71兆円の内訳としては、外国債券が 23.5 兆円で、投資信託が 47.5 兆円ということなので、まあ、結局ゆうちょ銀行にとっての有価証券っていうのは、国債50兆、外国債券23兆、そして投資信託47兆、このことをゆうちょ銀行にとっての有価証券というふうに言ってるということです。はい、すなわちですね、まあ、普通銀行に関しては、まあ、貸し出しですよね。だから法人に対してお金を貸す、その貸し出しと、もしくは有価証券での運用という、まあ、基本的には二択ということです。だから、まあ、普通の銀行っていうのは、まあ、例えば預金者から預金を預かったら、法人に対してお金を貸し出して、で、余ってる余裕資金を有価証券で運用するっていう、まあ、そういう二択でやってるということですね。対して、まあ、ゆうちょ銀行の場合は法人に対しての貸し出し能力っていうのがないので、まあ、審査能力がないんで、まあ、実質もう、ゆうちょ銀行にお金を銀行預金っていう形で預かったら、まあ、有価証券ですよね。だから国債とか外国債券とか、まあ、投資信託で運用するという実質一択ということです。はい、つまり、まあ、競合の銀行に対してこれ圧倒的に不利なんですよね。はい、なぜかっていうとですね、まあ、現金と債券っていうのは、まあ、金利においてこれ逆相関だからということです。はい、まあ、例えばですね、金利が上がるとですね、まあ、現金の価値が上がるわけですよ。まあ、つまり、例えば銀行預金をしてましたと。で、まあ、すごくわかりやすい話をすると、まあ、例えば銀行預金をしてましたと。それ現金ですよね。現預金なわけですよ。で、その金利っていうのが、例えばですよ。まあ、例えば、まあ、日本だとちょっとピンとこないので、アメリカだったりした場合に、例えばアメリカの銀行の金利が 1% が、例えば 3% になりましたということになると、まあ、現金を、まあ、銀行に預けてる、まあ、その価値っていうのが上がるわけですよね。銀行預金してるだけで、例えば金利が 1% から 3% になったということになったら、だったら、まあ、現預金のままでいいんじゃないかというふうになってくるわけです。現預金だったとしても、今までだったら 1% しか増えなかったのに 3% も増えるということだったら、わざわざ債券に変える必要があるかっていうことになってくるわけですね。なんでかっていうと、現金っていうのはやっぱりいざってなったらですね、まあ、はっきり言って交換の道具として、ほぼ全世界のありとあらゆる商品サービスと交換することができるわけです。はい、なので、まあ、いわゆるこう、ね、交換の道具としての流動性っていうのがめちゃくちゃ優れてるわけですよね。現金っていうのは、いざってなったら、もうとにかく支払いの手段、交換の道具としてありとあらゆる商品サービスと交換することができるわけです。だから流動性が抜群なわけですよ。で、なんですけど、まあ、はっきり言ったら金利が全然つかないっていうことであれば、まあ、余裕資金をそのまま現金という形で銀行に預けてても全く増えないんで、だったら例えば外国債券とかですね、投資信託とかっていう形で、まあ、変えた方が、まあ、どうせ置いているだけでは全くお金が増えないんだったら、債券とか投資信託に交換しようかなっていう交換関係になってるわけです。ところが金利が上がるということになると、現金がですね、現金を、まあ、結局銀行に預けてる、預金っていう形で預けてるだけでお金が増えるということであれば、じゃあなんで債券に交換する必要があるのっていうことになってくるわけですね。だから金利が上がるということは、すなわち現預金の価値が上がるんで、相対的に債券の価値が下がるわけです。これを逆相関というふうに言ってるわけですね。だから金利が上がると、現預金の価値が上がって債券の価値が下がるということです。はい、なので、まあ、結局債券を売って現預金に戻すという、まあ、そう
そういう動きっていうのが出てくるということですね。はい、なので、まあ、ゆうちょ以外の、まあ、普通銀行っていうのはですね、まあ、金利が上がるとですね、はっきり言ったら貸出金では得なわけですよ。金利が上がるわけですから、金利が上がるっていうことは逆に法人企業に対しても今までより高い、金利でお金を貸すことができるわけですよね。だからゆうちょ銀行の場合は、ゆうちょ以外ですね、ゆうちょ以外の普通銀行に関しては金利が上がりました、だから貸出金利も上がりました、だから今までよりも高い金利で法人にお金を貸すことができるようになりました、なので貸出金で得なわけです。その代わり有価証券では損ということになるわけですよね。でもはっきり言ったら普通の銀行っていうのは基本的には貸し付けですから、ね、もう金融の一番基本中の基本ですよね。預金者から余ってる預金者からお金を預かって、お金が足りない法人に貸すっていうのが銀行の、まあ、はっきり言った事業なので、だから基本的にはお金を持ってたらそれは貸し付けるわけです、法人に対して。で、まあ、結局それでも余ってるって言った時に有価証券で運用するわけですよね。でだったら普通の、まあ、例えばメガバンクですよね、三菱 UFJ とか三井住友とかみずほっていうのは基本的には貸出金の方が金額、絶対的な金額が大きいわけです。でそれでも余ってるっていうのを有価証券で運用してるので、だから金利が上がると法人への貸し出しで得で、有価証券では損ということなんですよね。でも貸出金の方が有価証券での運用額より圧倒的に大きいんで、だから金利が上がれば上がるだけ、まあ、結局銀行としての利益っていうのを増やしていくことができるということです。まあ、言い方を変えると有価証券で多少の含み損っていうのを抱えたとしても貸出金のですね、まあ、利益でまあ相殺することができるということです。はい、しかしですね、ゆうちょ銀行の場合はこれ金利が上がると現預金の価値が上がるんで、債券っていうのが売られやすくなるわけですね。だから、まあ、金利が上がると有価証券で損っていうのがどんどん膨らんでいくということになります。まあ、いわゆる含み損っていうのがどんどん増えていくということになるわけですね。で、ゆうちょ銀行の場合は法人に相手に対して貸し出しっていうのをやってないんで、だから金利が上がりました、現預金の価値が上がってしまいました、相対的に債券の価値が下がりました、だから債券が売られる、で有価証券で損で、法人に対しての貸し出しやってないんで、もうそのまま丸損ということです。はい、なので、まあ、22年23年の、まあ、2年間でですね、まあ、証券の損益っていうのが、まあ、ゆうちょ銀行は 2.2 兆円、まあ、結局損したということです。はい、まあ、おととしに関しては 1.3 兆円損ですね。これ含み損ということです。要するに資産がそれだけ減ったということです。はい、でさらに直近昨年の23年度はさらに7811億、結局含み損ということです。なんでかって言ったら有価証券で運用してて、有価証券の価値が下がったからということですね。はい、なので、まあ、含み損まで入れた場合っていうのはですね、包括利益は2年連続で赤字決算だったということです。まあ、通常ですね、まあ、結局企業、上場企業っていうのは当期純利益っていうところまでの報告っていうのを、まあ、普通はするわけですよね。だから売上からですね、まあ、例えば、経費を引いてですね、法人税まで支払って、で法人税まで支払った後の、まあ、最終的に残った利益が当期純利益ということで、まあ、そこまで、報告しているという場合が多いわけです。でその当期純利益が例えば黒字でした、赤字でしたっていう、まあ、そういう報告が多いわけですけど、まあ、ゆうちょ銀行の場合は実質ですね、事業何なんですかって言ったら有価証券での運用がほぼ事業ということになりますので、その当期純利益の後っていうのを、まあ、例えば確認したときにですね、まあ、例えば2022年3月31日ですね、2022年3月31日は当期純利益は3542億、まあ、結局黒字という、まあ、決算になってるわけですけど、でも実際は含み損っていうのを1兆円以上出してるわけなので、実際その資産を減らしたという意味でのですね、含み損まで含めた包括利益っていうのは赤字9109億だったということですね。赤字9109億っていうのが決算でしたということです。はい、で直近2023年3月31日に関しては、まあ、普通投資家向けにはですね、まあ、結局法人税まで支払った最終的な当期純利益っていうのは3316億の黒字でしたっていう、まあ、そういう報告になるわけですけど、でもゆうちょ銀行っていうのははっきり言って事業の中身っていうのはもう有価証券での運用なので、ってなるとその運用の、まあ、含み損っていうのまで
考えると実質はですね3645億のやっぱり赤字決算だったということで、はい、含み損で資産を減らした分まで含めた包括利益っていうのは、まあ、2期連続で赤字決算、まあ、それがゆうちょ銀行ということですね、はい、要するにですね、まあ、金利が上昇するとゆうちょ銀行以外は貸出金の得の方が大きいんで証券の損よりも、だから結局決算としては利益ということになるわけですよね。だから銀行っていう、まあ、事業に関して言うと基本的には金利が上がれば上がるだけ、まあ、はっきり言ったら利益が増えるというのが、まあ、基本的な銀行業ということです。ところがゆうちょ銀行は銀行なのに法人への貸し出し能力を持ってないんで、まあ、特殊な銀行なんですよね。だから法人に対しての貸し出しっていうのをやってないんで、だから証券で損するともう実質損失ということです。やっぱそれを売却して損切りで実現益にしているのか、それとも含み損という形で評価損にしているだけなのかというのはともかくとして、はっきり言ったらまあ損失と。だからまあ結局金利が上がる、有価証券の価値が下がる、それはもう丸そのまんまゆうちょ銀行にとっての損になりますということです。はい、しかもですね、まあ、ゆうちょ銀行以外のまあ競合ですよね、まあ、三菱 UFJ とか三井住友とかみずほとかっていうまあメガバンクはですね、まあ、海外にどんどん出ていってますということです。はい、もう M&A が中心ですね。合併買収が中心で海外にどんどん進出してますということで、はい、まあ、なので、まあ、例えば米国の投資銀行業務っていうのに、まあ、資本業務提携しているということですよね。だから、まあ、米国のですね、まあ、例えば企業ですよねに対して、まあ、例えば上場支援だとか、もしくは M&A のコンサルだとか、そういった形で、まあ、米国企業のですね、直接金融の支援っていうのを、まあ、投資銀行業務という形でやってるということです。あとは、まあ、これから成長が著しいというふうに期待される、まあ、東南アジアに対してもやっぱり結構大型のですね M&A 合併買収っていうのをやっているということです。だから、まあ、東南アジアの経済成長っていうのを、まあ、自社グループの利益っていう形で取り込もうというふうにしているということですよね。だから、まあ、日本という国は日本の総人口がどんどん減っていくので、だから、まあ、はっきり言って法人のですね、まあ、お金のですね借りるというその資金需要というのがどんどん縮小していくわけですよね。で、日本の総人口減ります。それに対してですね、まあ、法人がですね日本国内限定で、まあ、事業をするということになると、結局、まあ、あんまりお金を借りてくれないということで、まあ、銀行にとって日本国内での資金需要というのがどんどん縮小していく傾向なわけですよね。でなったら、まあ、日本だけにとどまってたら、まあ、自利品なので、だったら海外ということで米国だとか東南アジアに、まあ、M&A を通じてどんどん進出していってるということです。はい、一方ですね、まあ、ゆうちょ銀行はということなんですけど、まあ、依然として有価証券での運用、しかも株式ではないということですね。国債、債券、投資信託中心の運用ということです。はい、であればですね、まあ、もし今後も米国を中心にですね、まあ、金利上昇の傾向というのが続いたらどうなるんでしょうということですよね。金利が上昇します、現預金の価値が上がります、相対的に債券の価値が下がります、っていうのは今後も続いたらゆうちょ銀行どうなりますかということですよね。はい、まあ、ゆうちょはまさに、まあ、ゆでがえるということです。はい、つまりですね、ゆうちょ銀行はですね、まあ、預金としては依然として195兆円というかなりの巨額の預金というのは預けてもらってますけれども、まあ、どういうふうに使ってるかって言ったら、証券での運用が 132.8 兆円、あと現金ですよね。で、結局もう何にもしないわけですよね。 68.2 兆円というのを大事に大事に抱きかかえ続けながら、まあ、ゆでがえるということです。はい、で、言うまでもなくですね、まあ、ゆうちょ銀行の今後の利益成長などな望めるはずもないということですよね。もうはっきり言ったら預金を預かってそれを有価証券で運用してっていう、ただそれだけしかやってない、事業なので、まあ、はっきり言って成長なんかどこにも見当たらないと、成長するかもしれないという要因がどこにもないということです。はい、であればですね、まあ、ゆうちょ銀行の今後はということなんですけれども、まあ、はっきり言ったら利益成長しないということですよね。であれば、まあ、企業価値は当然ですね、利益の合計金額である企業価値は上がらないので、時価総額株価も上がりようがないということです。はい、だから、まあ、ゆうちょ銀行の今後の株価はですね横ばいということです。はい、株式市場は短期では単なる人気投票機、しかし長期だと価値測定機ということで、はい、ゆうちょ銀行の今後の株価はですね、まあ、1005円近辺で横ばいというふうに予想します。はい、ということで今回はゆうちょ銀行株価どうなるというテーマだったんですけれども、結論は横ばいというのは今回の結論です。はい、そしてですね、最後にお知らせを3点させてください。まず1点目ですけれども、はい、白坂の、まあ、メルマガ登録特典ですね。
で株式投資で資産を10倍にする方法などですね、まあ、特典動画っていうのも無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合は概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴ください。はい、2点目ですけれども EV 戦争の覇者という動画ですね。はい、で今来ている大波 EV 電気自動車に関連して EV 戦争の覇者新動画版という、まあ、価値の高い動画講義っていうのがですね、まあ、無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合はですね、概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴ください。そして3点目ですけれども、チャット GPT で10倍を狙うということで、今超話題の AI チャット GPT に関連してチャット GPT から10倍を狙う方法という価値の高い動画講義を無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合はですね、概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴ください。はい、あなたのとても貴重な時間にて動画を最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。